人に尽くし人を作るというのが理念としてあると、はい、そのお話ちょっと聞かせていただけますか。はい、人をまあ作るっていうと私が全通のでね社員を作るみたいに聞こえるかもしれない。そうじゃなくて私も共に一緒に育っていきたいなっていう、作られていきたいなっていうことですね。無限の可能性を一人一人が持って生まれてきたと。それはもちろんその無限の可能性を花開ける人もいれば花を開けない人もいるけれど、基本的に無限の可能性を持って生まれてきた。だからその無限の可能性をいかに開くか、それはいろんなやり方があるだろうけど、それが我々の職場会社がその場であってほしいなって思うんですね。人はやっぱり人の間で初めて磨かれる。人間って書くのは人の間ですしね、磨かれるわけだから、その会社の中でお客様のお役立ち仕事、お客様に楽しんでいただく、そういったような仕事を通じて人が育っていく。でそうすると最初1の力の人がそういうことをすることによって 1.5 とか2の力になる。このスパイラルで無限に上がっていくというのをイメージしているわけです。それで人に尽くし人を作るという経営にしているわけです。人に尽くし人を作ると、はい、人は人によって磨かれると、はい、そういうことですね。ここに行き着いたのは何か社長の中で原体験というのがあったんでしょうか。私は学校卒業してポコちゃんペコちゃんの藤原さんで5年間修業させていただいて、うちの会社に入ったんですけども、のっけから お前が背負って立つんだと父に言われ、そして、まだ何にも分かんない27歳の時に、専務取締役になってうちの会社に入って、超生意気な偉そうな上から目線の、立ち振る舞いでですね、みんなと融和するというよりもどっちかというとみんなのこう上げ足取ってたというか、こうまあ、なんて言うんだろうな、その嫌なやつ的なかなり存在でしたね。結果としては気がついたらみんな誰もついてきてないっていう。誰もついてきてなかった。はい、まだ眠れない夜が続きましたね。どうしたらいいんだろうって分からなかったですね。その間友達に相談したり本も読んだりもしたけれど、なかなかこうだったの見えてこなかった。それがまあ ある時、私がそんなことをするためにこの会社に入ってたんじゃなくてね、やっぱりみんなが働きやすい、みんなが頑張れる、そういう風土を作っていく、そういう会社にしていくのが私の仕事じゃないのと思って、やっぱり180でやることが変わってきたっていう。会場の中でまず何が変わったんでしょう、人に対して。やっぱり人に対しての気持ちですよね。働くのは当たり前でしょみたいなところから、働いてくれてありがとうと、こんな残業、遅くまで残業してくれてありがとうって気持ちになったということですね。一生懸命仕事ができる、頑張れる、働きやすいってことは結果として人が育っていくという、社員教育あるいはその人がモチベーション上げていく、そういう場をどうやって作っていったらいいんだっていうことを考え、それでまあちょうどその頃経営計画っていうのを作んなきゃいけないなっていうんで、経営理念というので今のその人を作る、人に尽くし人を作るという経営理念を作ってきたということです。あえてお伺いします。御社の目下の課題、現状置かれている環境と合わせて教えていただけますでしょうか。大変市場が厳しい状況にありますね。市場価格が下がってきている。でその中でうちはポテチップがほとんど中心になってますので、そのポテチップの市場そのものがやっぱり値段が下がってきている。もう非常にレッドオーシャンになってきている。まあ我々としてはここから早くこうブルーオーシャンに抜け出ていくというのが一つの我々として大きな課題であるし、そのポテチップの中でもさっきおっしゃった塩味だとかコンソメ味だとかっていうのはさらにレッドオーシャンなんで、そこに我々はその我々の独自のテイストというかですね、切り口で商品を今も出し続けているというところですね。ブルーオーシャンに何とかして移行すると。そうですね、はいはい、我々このコンテンツを100年後、できれば1000年後まで平成の時代を生きた経営者の言霊を残していきたいと思っているんですが、何かこう普遍的なメッセージを会長から教えてください。はい、私は今まで約60年間生きてきて思うのは、人生は自分のいいところを見つけ出していく旅なんだなって私は思ってですね。ただそれはなぜかというと、どっちかというと日本のあれはネガティブな、まだまだ未熟ですとか難しいですとかって言ってる、あるいはそう言わなきゃいかん、で言葉っていうのは耳に入るから自分が自分でそう思って、でもそうすると例えばそんな未熟な自分でいるっていうのは、やっぱお父さんお母さんのせいなのかなとか、先生のせいなのかな、環境のせいなのかなって思いがちじゃないかと思うんですね。自分自身も責めるわけですよ、まだ勉強もしてないからとか、ああだとこうだと。でもいいところは必ず人にあるし、相手にもあるし、自分のいいところが分からなかったら相手のいいところなかなか見えないし、
やっぱり自分のいいところを見つけ出していく、まあ、っていうかそういう瞬間瞬間ってあると思うんです。ああ俺ってこういうとこあるよなとか、こんだけよく頑張ったよなとか、そういった自分を、まあ、否定的じゃなくて肯定的に見れたら、それを自分を作ってくれたお父さんにありがとう、お母さんにありがとう、おじいちゃんおばあちゃん、環境、あるいは学校の先生、本当にありがとうっていう気持ちになるんじゃないかですね。やっぱりその人間の生きていく中でいろんな足跡を残す運動とかあるけど、でもやっぱり大事な感覚、感性はやっぱり感謝の気持ちじゃないかなと思うんですね。自分の良さに気づくことで初めて周りにも感謝ができると。そうですね、はい、そうでないと本当の感謝はなかなかできないんじゃないかなって。山崎会長、今日は貴重なお話をありがとうございました。こちらこそ。